今日はナイトコア P12GT の照射テストを実施します。搭載 LED はクリー XPL 白色 LED です。8桁までの距離はおよそ40メートルです。これが今最も暗いモードです。これがマックスモードです。では XML2Q 搭載のスルーナイト TN12 と比較してみましょう。こちらがスルーナイト TN12 です。搭載 LED はクリー XML2Q 白色です。2016年モデルです。スルーナイト TN12 の明るさは1050ルーメンです。 P12GT は1000ルーメンです。ほぼ同じです。中心光の明るさはP12GT の方が強いので、このように光の差が出てきます。右がスルーナイトです。左が P12GT ナイトコアです。照射範囲はスルーナイト TN12 の方が広いです。照射テストを終わります。